船橋市には障害のある人の就労を支援する施設が50カ所以上あり、それぞれで特徴のある取り組みを行っています。今週初めは障害者就労施設で製造された商品の販売会の様子とともに、障害のある方の施設での活動の様子をご紹介します。昨年の12月15日からの4日間、船橋市役所1階のロビーで障害者就労施設合同販売会が開催されました。初めての開催となるこの催しには、市内10カ所の就労施設からパンやお菓子、野菜、日用品など57種類およそ1200点の商品が並びました。今年度からなんですけれども、障害者計画、新しいスタートを切ったばかりなんですけれども、その中で障害者の方に対する就労支援という部分で重点課題として設けておりまして、障害者就労という部分でなかなか一般就労できない方に対する更新アップということで、なんとかそれにつなげようということで、今回も企画しているんですけども、こういう販売の機会、場所の提供ということで、今後力を入れていきたいなというふうに思っております。こういう施設、我々障害福祉サービスを提供しているんですけど、こういう施設を市民の皆さんに広く知っていただきたいという思いがね、まず一つあります。こういう場でできるということがですね、啓発活動も含めてですね、できるいい機会だなというふうに思っています。こちらで販売されている商品はすべて障害のある人が一つ一つ丁寧に作り上げたもので、野菜は当日の朝に収穫した新鮮なものです。中でも特に人気を集めたのは、滝の井にあるパン屋ローズマリーで作られたメロンパンや桃パンなどの焼きたてパン、そして小和釜町にあるハミングバードで栽培しているしいたけで、毎日ほぼ完売となっていました。とっても味もいいし美味しいです。パンもクッキーも美味しいです。ありがとうございます。先月この福祉施設のボランティアに行ってきたんですよ、文化祭で。やっぱりこういうのみんな作って売り出して、私も一緒に売店立ったんですけど、素晴らしいですよね。なかなかこういうの作れないよ。みんなが美味しいっていう顔をしてくれることが一番の望みです。障害者就労施設合同販売会は今後も定期的に実施していく予定で、次回は3月15日から18日の午前10時から午後3時30分まで、市役所1階ロビーで行われます。障害を持った方と接する機会がない方がやっぱりたくさんいらっしゃって、こういう施設があることもね、ご存じない方もたくさんいらっしゃると思いますので、また利用者の方々毎日元気にね通ってきて、そこで一日仲間と一緒に団体行動をして、そういうスキルアップも含めてですね活動してますんでね、そういうところを知っていただきたいなというふうに思っていまして、本当にいいチャンスだと思ってます。市民の方々にも、障害者の方がこうやって頑張っているというところをアピールしていきたいなというふうに思っておりますので、このようにショップが開催されていれば、ぜひお立ち寄りいただきたいなというふうに思います。こちらは三崎にある障害者のための就労施設ワルツです。カフェやデリバリー、家事支援、洗車、展示販売などさまざまな事業を展開していて、現在18歳から72歳までの障害のある人17名が在籍しています。私どもは障害を持っている方の社会参加、地域交流、個人個人の自立を目指して支援をしております。一人一人が本当に個性を大事にできるような、毎日毎日楽しく、もちろんお仕事もですけども、仲間意識を目的として、頑張っております。ワルツで提供している手作りデザートは、
近くにあるキッチンで障害者の手で一つ一つ丁寧に作られています。作業に入る前に帽子、マスク、白衣を身につけ、手や調理器具はアルコール除菌をするなど衛生面には特に注意を払っています。衛生面はとても気を使っています。もちろん爪の検査もそうですけども、タオルとかもみんなと同じものを使わないように、各自それぞれハンカチを必ず持参するということと、消毒もですね、常に消毒を使う器具ももちろんですけども徹底するようにしています。こちらでは地元産の新鮮な食材を使って安心で安全なメニューを提供しています。特に卵は栄養価が高く青い殻が特徴のアローカナを近所の養鶏場から仕入れています。この日製造したのはチーズケーキバーとプリンで、作業は個人の適性に合わせた役割分担によって手際よく行われました。彼女たちが作ったものを、自分で販売にしに行って、それが目の前で売れるっていうその達成感ですねがみんなの中にこう根付いてきているので、それがやりがいになってより集中して皆さん頑張って作っていると思います。出来栄えとても綺麗にできていると思います。とても楽しいですけど難しいのもあるのでなんとか頑張ってやっています。カフェのスタッフも障害者が担当し、注文を受けたり料理をテーブルまで運びます。何気ない会話を通じてお客さんとのコミュニケーションを積極的に行っています。健康を意識したさまざまなメニューがお手頃な価格で味わえ、また店内ではワルツの皆さんが縫ったスウェーデン刺繍や市内中学校の特別支援学級と船橋市立特別支援学校の生徒が作った小物などの商品も買えるとあって、コミュニケーションカフェとして多くのお客さんが利用しています。いろんな年代の人がいて家族みたいな感じでとても明るく騒がしく楽しくやってます。この地域で本当に根強く浸透できるような、皆さんどなたでもここの障害者の行っているコミュニティカフェだということが分かるように頑張っていければと思っております。生き生きと働く姿が印象的でしたね。各就労施設の商品やサービスは市ホームページで紹介していますので、ぜひご利用ください。続いては手作りのタコをあげて楽しもうと行われたタコ作り教室の様子をお伝えします。昨年の12月20日高根台公民館で竹ひごや和紙を使ってタコを作る親子和だこ作り教室が行われ、20組の親子が参加しました。教室ではこれまでにゴンボイカや六角タコなど日本各地の伝統的なタコを製作してきましたが、今回は関東近郊で最も一般的な角だこ作りに挑戦しました。子どもの遊びがすっかり少なくなってしまったので、地域で子どもの遊びがたくさんこう継続して出てくるようにということで、昔遊びというのがなかなか面白いので、今回は冬に向かってお正月に向かってタコ作り教室を、特に日本の伝統的な和だこ、竹と和紙を使った和だこの作り方を開いたということです。タコの作り方を教えてくれたのは、およそ20年ほど前からタコ作りを始め、現在では各地でタコ作りを教えている日本のタコの会会員の隅田忠夫さんです。1センチぐらい出てるんですから、当然ハス骨も1センチぐらい足してやってください。
教室ではまずタコの骨組みに貼り付ける和紙にマジックで絵を描くことから始めました。タコが空に高く舞い上がっても図柄がよく見えるように大きくカラフルに描くと良いそうで、子どもたちは今年の干支である猿や富士山、人気キャラクターなど思い思いの絵を元気いっぱいに描きました。子どもがね、楽しんでくれればいいというその一点でやってるんです。しかも大人は随分元気がいただけるわけですね。これは何よりだと思いますね。タコは空のやじろべえと呼ばれるほど微妙なバランスで大空に浮かんでいるため、タコの骨組みを作る工程をおろそかにするとうまく浮かび上がりません。参加者は竹ひごの向きや位置などに細心の注意を払いながら作業を進めました。なかなかね、活発でよろしいんです。むしろついてきている豪華の方よりね、非常に明るくて素直だと思いますね。むしろ意外と勘がいいんですね。だから説明書がありますからね、それを見て自分なりに考えてどん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 やっていく子が結構おりましたね。教室に参加した親子は伝統や文化、そして物を作る楽しさが味わえるタコ作りの魅力を存分に感じていました。ちょっと難しいけど楽しい。外に行って楽しく遊びたい。ボンドで貼るところがちょっときつかった。公園行ってちょっとタコあげたいです。ボンドをつけるところが、伸ばしたりするのでそこが難しかったです。お正月にタコを飛ばして遊びたいと思います。タコを飛ばしたことがなかったので、やっぱり和ダコっていうのも見てみたかったしっていうのがあって、作るっていうのを楽しさを教えたかったので来てみました。いい勉強にもなりましたし、子どもも工夫して私も工夫して非常に楽しかったです。文学講座ですとか、国際交流の講座ですとか、それに子ども祭りなども3月の初めの土曜日に予定されておりますので、ぜひ公民館をご活用いただきたいと思います。お正月には出来上がったタコが大空いっぱいに舞い上がってくれたことでしょう。こうした日本の文化を大事にしていきたいですね。では最後にお知らせです。船橋市では市内の公立保育園で働ける保育士・保育職員の方を募集しています。保育士の資格や保育所で働いた経験のある方、子どもたちの成長を楽しみながら働いてみませんか。時給は1510円です。詳しくは公立保育園管理課までお問い合わせください。1月からマイナンバーの利用が開始されました。健康保険、福祉、子育て、税などの申請でマイナンバーの提示を求められた場合には、通知カードに加え運転免許証など本人確認ができる書類が必要となります。またマイナンバーが記載された個人番号カードを取得すれば、個人番号カードのみの提示で手続きができるので便利です。個人番号カードの申請方法については、通知カードに同封されている書類をご確認ください。個人番号カードの交付は初回に限り無料で行っていますので、ご希望の方はお早めに手続きをお願いします。それでは今週はこの辺で失礼します。